せめて誰か ねこう犠牲になってほしい。お出かけできる島を探しています。犠牲になってほしいよ。どうだどうだ。残念ながらお出かけできる島がない。なんだろうな。開けてるのに。じゃあ僕が紹介します。そうですね、ちょっとエグさん紹介しましょう。はい、はい、皆様、はい、うんこ島へようこそ。これネット繋いだ方がいいかもしれないな。確かにな、インターネット返した方がもしかしたらスムーズかもしれない。確かにそうですね。ここはうんこ島です。じゃあ入り口、はい、はい、お願いします。お願いします。これが気持ちいいんですよ。いきますよ。はいはい。ひれ伏してる。そういうことか、そういうことか。めっちゃ気持ちよくないですか。なるほどね、うん、なるほどね。これ、あー、なるほど。これこれこれ気持ちいい。これを一人一人気持ちよくしなってほしかったんですよ。いや気持ちよくなりたかったよ。でもお出かけできる島がないって言われるの。島がいなくなっちゃったんで、必ずここでちょっとあの座っていただいて、はい、一人一人こうあ、流れましたね。ここで一人一人あのしてもらって、すっきりしてから、すっきりしてから、すっきりしていく、すっきりしてからいろんなところに行ってもらうっていうことなんですけど、なんでダヴィンチが飾ったんですかそこに。本当だ本当だ。やっぱりちょっとなんかいいかなと思って、トイレのこの壁に飾っておきたい。背中じゃ見えないんだよな。っていう感じなんですけど、あともう見るとこないんですよね。あとなんか家の前、家の前なんですけど、家の前がなんでこんな、でもなんか孝太郎だったら分かると思うんだけど、江口の家っぽいよね。確かになんか物がガチガチしてるよね。でも全部必要だとか言うんですよ。ゴミはないみたいな。いやマジであの僕ごちゃっとしてるの好きなんですよ。ごちゃっとの意味が違くないですか。汚いな本当に。一方孝太郎の家めっちゃ綺麗だから。だからあとはまあ広場もごちゃっとしてるし、はいはいはい、あとはねあの開運スポットがあるぐらいなんですよね。開運スポット、あこれはあの幸せの、幸せのうんこです。マイデザインよ。そういう使い方するんじゃないよ。すごい。なんかいろんなところに散りばめてて、うん、5個見つけると幸せになれるっていう島なんですけど、そういうのも頑張って作ってくれたのね。そうなんです。でも残念ながら誰もお前の島に入れない。悲しい。あここにも見つけた。本当だ本当だ。でちょっと待ってください。カバンの中もガチャガチャじゃねえかよ。渡ってあれあ違う、スポット、あっあっちだ、あっちだあっちだ、スポット。でも腹立つのは絶妙な位置にうんこ置いてある。ちょっと見つけたいって思ってる自分がいますからね。あと3個気になる。あここあちょっとちょっとちょっと、えタコサク開運スポットです。名前呼ばれてましたけど。おいタコサク、あうんこ踏んじゃう、うんこ踏んじゃう、やばいやばいやばい、あああ踏ませた。もうじゃあちょっと喜んでるんですよ。じゃあここ開運スポットなんで。何やってんすかね、タコサクーって言ってて無視を決める。ちょっとここが開運スポットでフォトスポットなんです。これぐらいっすかね。あとは家、めっちゃ呼んでる。話ほら、ちょっとうんち踏んだやつで追いかけてきますよ。でめちゃめちゃ笑顔、これ逃げ込む。巻き上がった家の中に。やばっ、うわやばっ、たんまり いかちい家だな。いやなんか僕あのティラノサウルス好きで、はいはい、ティラノサウルスを家に入れたいと思って、ほう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 、それだけですね。もうちょっと真面目に働いて、あのタヌキさんにお金払いなさい。家が狭い。本当だ、これが僕の限界です。すげえ。あとこんだけ、こんだけうんこの模様描いてるのにディフューザーが置いてあるんですよね。手前に。いや実はこの部屋めちゃくちゃいい匂いで。本当だ。あと最近井口さんがハマってるっつって、もう俺の予想だとそろそろやめてるであろうコーヒーメーカーが置いてあります。本当だ。マジで最近自分でコーヒーを削って飲むの好きなんですよ。まだやってんの？まだやってます。アイスコーヒー無限に飲んでる感じ。絶対に井口さんはもうすぐやめるっていうふうに俺はかけてたんですよ。いやいや結構ねやってますよ。以上です。なるほど、おー、なるほどね。いやすごい井口さんらしさが確かに、うん、出てますね。拾ったものすべてこの家の前に置いていくっていう。
片付けられない男の家村で島で巣穴に持ち帰る鳥みたいになってますもん。この入り口だけ立派ってのもなんかある意味なんか江口感あるちょっとでもこれやってみたい、ね、これはいいね。でもこれすごい楽しい、これすごい、これでも気持ちいいっすね。これがやりたかったんですよ。やりたかったなぁ、はい、うん。